はい、今回ね、懐かしのやんちゃ坊かな。多分やんちゃ坊でしょ。覚えてるみんな。アドリアン・ムトゥーですよ。懐かしくない、ムトゥー。あったんやな、ムトゥー。なんか、ゆうべのカードがあったの覚えてんな。ゆうべのカードあったよね。懐かしい。まあ、ルーマニアの、ボスよね。ボスの一人よね。うん、大昔だったゲオルグ・ハジとかいたけど、最近一番ブレイクしたこのムトゥーじゃない？それ以外ムトゥー以外におったかな、大ブレイクしたやつって。まあ、ディフェンダーだキブがいたけどね。それ以外でちょっとルーマニア人で聞かんよな。まあ、今ミランでサブやってるね、タタルシャルとかいるよね、ゴールキーパーの。あのぐらいじゃない。ね、ルーマニアも出てこんよくなったね、選手が。昔は強かったんやけどね。まあ、昔が強かったのか、他が出てきたから、まあ、あれが本来の力なのか、ちょっとわかんないですけど。はい。懐かしいよね。でも、すごい、テクニック18あんねんの。すげえ。そうね、左サイドってね、カットインするタイプやったね。いや、すごいよね。こんなカードあるんやね。まあ、この人はね、本当にやんちゃっていうかさ、どこでブレイクしたんやろ。この後にパルマ行ったんかな。で、パルマでブレイクして、で、チェルシーに行ったよね。まあ、当時ビッグクラブの。あの、モーリーニョになる前かな。で、やったけど、なんかね、コカインかヘロインかなんか、そんなんやって、薬やって、で、なんか出場停止かなんか食らって、ほんでね、イタリアに帰ってきたんですよ。それがゆうべに帰ってきたんか。で、ゆうべに帰ってきて、まあ、スーパーサブみたいな感じで、やってたんかな。その後はどこ行ったんやろ。ゆうべの後わからへんな。ゆうべの後どこ行ったんやろ。ゆうべの後、わかんないですね。でも早々に引退したんじゃないかな。ゆうべの後どこ行ったん。いや、全く記憶ないな。プレミアでもないよな。スペインでもない、ドイツでもないよな。どこ行った。いや、謎やね。あ、まあ、ウィキ見たらわかると思うんですけど。はい。まあ、ルーマニア代表でも多分ヨーロッパ選手権出たと思うんですけど、ワールドカップには出てないですね。まあ、チームが弱かったんでね。こればっかりは仕方ないよね。まあ、でもルーマニアのね、中でも、ダントツのスーパースタークラスの選手だったと思いますね。懐かしいなぁ。何してんのかね、今。